Hi everyone, my name is Mayuko. 皆さんこんにちは、まゆこです。はい、あのね、昨日かな、この1個前にあの73クエスチョンっていう、あのボーグクエスチョンズか、ボーグの、 あの雑誌のファッション誌のボーグの、 あの YouTube で出しているこうセレブに質問するっていう、あのコーナーっていうか、そういう73クエスチョンズっていうのがあって、まあ、それのパロディを出したんですけど、あの見てくれた方は分かると思うんですけど、私英語で話したっていうか答えたんですね。でそれがね、結構私にとってね、挑戦だったの。なんか自分のね、英語力にこう自信がなくて、今ももちろんないし、私4年いるし、こっちにね、その前もなんかアメリカに行ってたりとか、結構こう海外にも、まあ旅行とかだけど行ってたりとか、まあお仕事でも3ヶ月行ってたから、なんかみんなに英語喋れるってこう思われそうだな、みたいな、経歴的に見るととか、で、こうなんだろう、それの、でもそれに対しての語学力って私やっぱりないんですよね。で、だからなんか、まあとりあえずめちゃくちゃ自信がなくて、で、周りにどう思われるかなっていうのに、やっぱりこう、かっこつけちゃうところがあったので、今まで YouTube では話してこなかったんだけど、まあ今回、こう自分が英語でこう話してるところっていうのを、こう出すことっていうのは結構ね、抵抗あったんですよね。ね、やっぱかっこ悪いじゃん、とか言って。だって、ね、やっぱ4年いたらさ、もうペラペラになるんじゃないかって私も思ってたんですよ。まあ4年いるつもりなかったけどね。でも思ったようにはやっぱりならなくて、まあもちろんあのお仕事はしてるし、まあグラフィックの勉強ももちろん英語でやってるから、あのできないわけではないっていうか、こうゼロではないし、昔の自分に比べたらできるようになってるんだけど、こうやっぱり周りにね、こうネイティブのこうネイティブスピーカーの人たちがいると、わかんないことっていうのもめちゃくちゃあるんですよ。で、だからそういう時ってやっぱりなんか落ち込むし、なんか話に入れなかったなって悔しい感じもするし、なんか私はすごくなんかもう羨ましすぎて、なんでこなんかもっと早く来なかったんだろうとか、なんでなんかこっちにちっちゃい頃からいなかったんだろうとか、なんでもうさなんかもうなんでオーストラリア人じゃないんだよみたいな、そこぐらいまで思っちゃう時もあったんですよね。でもなんかこう、じゃあ彼らはまあもちろん何カ国が話せるオーストラリアの人とかネイティブスピーカーの人っていうのももちろんいるんだけど、私がこう働いてたレストランって多分もう 95% くらいがあのオーストラリア人だったんですよ。でもあの2カ国が話せるっていう人はほぼいなくて、あれってことはある意味私はね、日本語っていうのはもちろんこうネイティブで話せて、英語もお仕事できたりっていうぐらいまでできるんだから、あれ？ある意味私、まあね、ここ比べとかじゃないって分かってるよ。でも、ある意味私の方がすごくねって思ったの。そしたら、ちょっとなんか楽になったし、なんかこう日本の文化なのかな、なんかこう完璧を求められてきた。完璧でいなきゃみたいなこう思考っていうのは多分ある方多いんじゃないかなって思うけど、私もなんかこう、こうちゃんと喋れないとなんかこう減点にしちゃってなんかこうダメって思っちゃうとか、なんかこうできない自分をこう許せないかったりっていうところがあって、まあそれっていうのはさ、向上心とかっていうのにつながるから、あのいい風に見たらいいところでもあるんだけど、そういうのってさ、なんだっけ、表裏一体みたいな、なんかね、いいとこと悪いとこってさ、一旦両極だっけ、わかんない、四字熟語とか弱いけど、まあいいや、まあね、セットじゃないですか。いい風にもなるし悪い風にもなるから、ね、それが悪いことじゃないんだけど、まあね、それで自分が苦しくなっちゃうんだったら、こういい方にね、こう考えた方がいいと思うから、まあっていうので、まあね、ちょっといつも通り話ぐちゃぐちゃだけど、こう出して、英語をこう出して、自分が話してるところをなんかね、あの喋ってる時ね、こうその撮ってる時ってめっちゃ楽しかったんですよね。夢中になってやってるし、なんか
ちょっと頑張ろうとしてこうなりきってるから、でもなんかこう後で編集してる時に、なんでこうやって答えなかったんだろうなとか、わここの文法間違ってるし言葉出てこなかったなって、あれね全部アドリブなんですよ。あのインタビューの、あの主任がやってくれたんですけど、あのインタビューもあれ3回と1回なんかこうちょっと試しにやって、2回撮ったのを載せたんだけど、あのね質問も毎回変わるし、なんかこうアドリブなんですよ。考えてない質問もうなんとなくね考えたんだけど、答えはまず考えてなかったし、まあアドリブでこうインタビュー来るからアドリブで答えるっていう、まあちょっとね言い訳がましいけど、だからあーなんでこう答えなかったんだろうなとか、あ文法ぐちゃぐちゃだなとか、発音悪いなとかって編集してるとさ見るからさこう思っちゃったんだよね。だから出したくないなとか思ったけど、でもなんかこう絵的にはなんかちょっと最後プールバーンってやったのとか、なんかいいの撮れたなって思ったし、まあ載せたかったからあげたんですけど、そう、でもなんかこうだんだんなんか、あもう可愛いって思ってあげようって、こう一生懸命英語で答えてる私可愛いじゃんって思うって思ったらすごいこう楽になったし、なんか別に英語のね先生じゃないし、まあ、私の今もこう英語勉強したくてこっちにいるっていうのももちろんあのいる理由の一つでもあるから、あもう学び中だしっていうまあ開き直りも半分で出したんですよね。だからね、なんかやっぱりこっち来て、なんか日本人の特徴かなってすごいこう思うけど、話すのってやっぱりよく言うじゃん、こう完璧に話そうとするからうまく話せないって言うけど、なんか多分なんだろう、ツールってか、もっとツールだって、言葉、コミュニケーション取るためのツールだってふうにこう考えたら、こうすごく、なんだろうな、こううまく話そうとか、ちょっと薄まるかなって。だって伝わればいいんだもん。もちろんね、仕事するってなると、必要な英語力とかっていうのはもちろん出てくるけど、でも、ね、それですら、やっぱりこうコミュニケーションツールだから、なんだろうな、もっとこう伝えようっていうのをにこう重点を置くと、こうすごくなんか楽しくなるし、なんかそっちの方が上達するんじゃないかなっていうのを改めて感じましたね。私もなんか本当に英語の勉強、こう座ってやる勉強って英語できないんですよね。なんか参考書とか買ってもコンプリートさせたことないし、なんか結局買ってもやらないし、だからまあもうしょうがないよね。勉強嫌いだからさ。っていうので、もう、私はこのキャラで行こうみたいな気持ちに、こう、だんだん開き直ってこれてるのでいいかなって思うけど、なんかこう、まあ、ね、何が言いたいかっていうと、まあ、完璧を捨てて、こう、今の自分をこう認めてあげるじゃないけど、だって、前より成長してんだもん。いいじゃんみたいな。でこう自分は自分だけは自分に100点あげられたらいいんじゃないかなって、こうそれがね どんな状態でもあげると、なんかそれはやっぱりこう自分を大切にしていることにつながるし、そうするとやっぱりこうもっとなんかあいいよねって思っててやっぱ楽しくなるから、なんかそれは英語だけじゃなくてなんか何でもそうだと思うんだけど、その自分が100点もう完璧ってこう思ってあげるっていうのはとっても大切かなって思ったので、そういうふうに無理やりでもいいから考えてあげてみてください。私も全てに対してそうやっていけるようにしますまあそんな感じでした。はい、 Thank you for watching my video. See you guys. Bye.